その心配はいらない。奴は完全に我らが秘密結社の一員、逆らいはしないぞ。なら足止めには十分ということか。お前らしい汚い手で。ふん、褒め言葉と受け取っておこう。相変わらず豚ばかりの場所だ。準備はどうだ？いい感じに進んでるよ。さあ、ランブタたちはこっちに来るぬらよ。ねえねえ、ここどこ？出荷されちゃうの？出荷じゃないから心配いらないわよ。ところでネプテューヌはどこだ？ネプテューヌちゃんなら向こうでランブタちゃんたちと遊んでるわよ。そうか。ロンロンたち出荷されちゃうの？大丈夫、いい子にしてれば出荷されないよ。本当？本当だよ。だからちょっと一緒にこっち来ようね。おいネプテューヌ、仕事だ。あ、マジッチ、見て見て、ランブタに芸を覚えさせたんだ。ねえねえ、なになに？出荷よ。こんな、まさにランランとかあうんの呼吸。どうや、誰が豚に芸を仕込めと言った？貴様にはこの豚どもを檻に入れろと言ったはずだろうが。はあ、けどランブタたちが檻の中は狭いから嫌だって言ってるしな。檻の中、はあ、マジ、はあ。いいからさっさと檻の中に入れろ。そして豚どもも檻の中に入れ。やだよ。せめえ、豚の分際で私をおちょくるとはいい度胸だ。焼き豚にしてやるぞ。何それ怖い。ちょっとマジェッチ、ランブタが怖がってるからやめなよ。てか私に用があったんじゃないの？そうだったな。貴様には別の仕事ができた。侵入者の迎撃に当たる。侵入者？へえ、こんな辺境の塔に来る人なんているんだね。相手はネプギアだ。できるな。いつかはそういう日が来ると思っていたけど、もう来ちゃったんだ。私とて鬼ではない。儀式が終わるまでの時間さえ稼げばそれでいい。できるな。それならできそうかも。なら奴は貴様に任せた。はあ、エスー社がいる場所はまだですの？ちょっと歩き疲れてきましたね。喉も渇いちゃったかも。私もですわ。こんなに歩くなら飲み物を持ってくればよかったですわ。じゃあこれあげる。ほら、これはご親切に。ありがとうございますわ。冷たくて喉越しも良くて美味しいですわ。口にあって何よりだよ。あ、どうしたのネプギア。金魚みたいに口をパクパクさせちゃってさ。お姉ちゃん、なんでここにいるの？久しぶりだねネプギア。ゼロ次元以来かな。そっちの巨乳のお姉さんもホテルのお風呂ぶりだね。え、どうしてあなたが？ベールさんも知り合いなんですか？ええ、前にホテルの屋上で知り合ったのですが、まさかネプギアちゃんが話していた別次元のネプテューヌだったなんて。
でしょう。驚くも何も信じられませんわ。あの時は湯気でよく見えませんでしたが、本当にネプテューヌそっくりなんですのね。けどどうしてお姉ちゃんがここにいるの？それは私が秘密結社アフィマクスの一員でネプギアたちの迎撃を頼まれたからだよ。どうしてお姉ちゃんが秘密結社にいるの？まあいろいろ経緯があってね。けどまあそういうわけだから一勝負させてもらうよ。ネプテューヌなだけはありますわね。ネプギアと巨竜のお姉さんも十分強いって。ネプギアもこの間よりも格段に強くなってるよね。でレベルも高くなってるし、そりゃ当然か。そのメタなところもネプテューヌそっくりですわね。お姉ちゃんお願い、そこをどいて。私たちこんなところでお姉ちゃんと戦ってる時間なんてないの。お姉ちゃんとなんか戦いたくない。うん、いいよ。え、私のお仕事ってネプギアたちの足止めだから、別に倒さなくてもいいんだよね。それに足止めしなきゃいけない時間とか言われてないんだ。だから私的にはもうお仕事完了って感じかな。
あなた何を考えて。それじゃあまたねーネブギア。巨乳のお姉さん。お姉ちゃん待って。行ってしまいましたわね。お姉ちゃんどうして。気になるのはわかりますが、今は S 社を止めるのが先ですわよ。はい、わかってます。わかってるんですが、私以上に関係があったため割り切れないのはしょうがありませんわ。でしたらその思いごと S 社の元へ持っていきましょう。あのネプテューヌが私たちの前に立ちはだかったということは、何かしら S 社と関係しているということですわ。つまり S 社さんが秘密結社と何かつながりがあるということですか。私の考えが正しければですわ。だからそれを確かめるために前に進むしかありませんわね。ここが分かったな。ランブタたちを集めて何をするつもりですの。お前たちには関係のないことだ。関係なくありません。私たちイーシャさんに頼まれてここに来たんです。なるほど。道理で携帯端末に覚えのないメールの跡があったわけだ。もう一度尋ねます。100万匹のランブタを犠牲にして何をしようとしているんですの。仕方がない、答えてやろう。魔王が幻想だった今、もはや手段を選んでいられない。私は彼女の魂が消滅する前に私の魂の器を創造しなければならない。どういう意味ですの。ならば聞くがいい。哀れな女の話を。やっと今回の騒動の真相が語られるというわけですわね。あなたが固執する理由聞き届けて差し上げますわ。かつて私は映画作りに失敗して命を落としかけた。え？映画ですの？映画だ。映画ってあの映像の映画ですの。映画ではなく。そうだ。映画って何ですの。映画ってせっかく事態の真相やそのきっかけを知ることができると思った矢先が出落ちだなんて、私のワクワクを返してくださいまし。テールさん落ち着いて。これから盛り上がるかもしれませんし、最後までしっかり聞きましょう。映画作りに失敗し死にゆく間際、イーシャはそんな私に救いの手を伸ばした。大して仲がいいわけでもなく、どちらかといえばライバルのような私を彼女は救おうとしてくれた。しかしすでに私の体は
女の呪文すら受け付けないほど手遅れだった。そこで彼女は禁呪を用いて死にゆく体から私の魂を彼女の体の中に移し替えたのだ。それ以来この体には私とイーシャ二つの魂が存在するようになった。だがもともと人の体というのは二つの魂が同居できるようにはできていない。当然体は負担に耐えられず徐々に壊れていっている。だからあなたは自分の新しい体を欲したということですのね。その通りだ。だからイーシャを死なせるわけにはいかない。まさかあなたランブタたちを使って新しい体を作ろうというんじゃありませんわよね。そのための100万匹のランブタだ。はじめは魔王がいれば肉体創生の透過交換には十分だと思っていたが、それが無理ならランブタで代用するだけだ。あなたが魔王に固執していた理由がようやく分かりましたわ。やはりソルジャーは外敵に対抗する組織ではなく魔王を捕らえるための組織だったんですわね。そう。そして外敵もソルジャーを鍛えるための自演ですわよね。その計画にも気づいていたか。と途中からだが。当然ですわ。パーツは多国製でも本体にはリーンボックス製を示す刻印が彫られていましたもの。さすがは女神といったところか。だがそんなこと今はどうだっていい。ヌーマンレディ。お呼びかい、エスシャ。今度は何の仕事かしら。準備はできたか。ランブタなら100万匹全部檻の中に入れといたさ。なら私はすぐに儀式の場に行く。お前たちはこいつらの相手をしろ。気づかれちゃったってわけね。オッケー、イーシャちゃんたちのために頑張っちゃうわよ。あとは任せて。どこに行くんですの。おっと、ここから先は通さないよ。なら力ずくで通していただくまでですわ。行きますわよ、ネプギアちゃん。はい、ベールさん。たとえ相手が女神だろうとこの大胸筋で受け止めてやるさ。ああいう暑苦しいのは苦手ですわ。攻めますわ、よろしくね。
めましたわ。エスーシェが何をしようとしているのかもちろん知っていますわよね。当然さ。でしたらなぜ協力するのです？それは私たちがエスーシェちゃんと同じくらいイーシャちゃんを大切に思っているからよ。もともとオイラたちはイーシャとは昔からの付き合いだったのさ。はじめイーシャがエスーシェの魂を自分の体の中に入れたと聞いたときは驚いたさ。いくら口下手のくせに優しいことはいえ、禁呪を犯してまで自分の体の中に他人の魂を同居させるなんて聞いたことがなかったからね。でも彼女が決めたことだからエスーシャも含め4人で一緒に暮らしていこうと決めたのよ。けどそれからしばらくしたある日エスーシャが言ったのよ。2つの魂に体が持たなくなる日が近づいている。それから私たちは必死で彼女たちを救う方法を探したの。そして今の方法にたどり着いたというわけですわね。そうさ、決して長い間とは言えないが、エスーシャもオイラたちのファミリー、イーシャが助けた彼女も救われてほしかった。だからオイラたちは彼女たちを救うために人の道を外す決意を決めたのさ。人の道以前にそもそも人ではないような。ダメですよベールさん、せっかくいい話をしているのに野暮なこと突っ込んじゃ。あなたたちが彼女に肩入れする理由は分かりましたわ。ですが気になることがあるんですの。なーに？彼女はエスーシャはどうして体が持たないことを知ったのかしら。